避けたりします？いい。あ、ついでにね、枠が変わったんでちょうどいいタイミングだったかも。コンスタンさんからキー高くないですかって来てる。これでベースより高かったってこと？今わかんない。私これだ。はい、はい、改めていきましょう。自己紹介、めぐちゃんからじゃん。ベース担当のめぐです。イエー。ドラム担当のウーヤンです。イエー。ホモ担当グッサンです。イエー。間違えてグッサンを打つととして僕打つしちゃった、高松です。イエー。そしてヨウ君。え、僕最後だったっけ。踊り間違えた、いろいろ間違えた。僕最後だったっけっていう自己紹介。まあね、はい、じゃあ松尾です。もう順番無視されたんで、はい、松尾です。めっちゃ泣いてるやん、はい、違うよ、今のはね、今のはね、嘘だから。あの日黒いシャツ着ちゃって歌い出しそうな表情さらして、旦那と仲良く腕組んで一応顔を言ったの、変わってんじゃん、サビ。すごいよ、かっこいい。追いつけない。あ、ユッキーさんが投げ銭してくれたって。あ、ありがとうございます。何から何までユッキーさん助かります。で、あ、コミチさん、コミチさん、盛り上がってます、盛り上がってます。ユッキーさんがしかもさ、オンラインページやの貼ってくれたよ。 ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。僕も今日スマホ買ったじゃない、スマホケース買いましたわ。あ、ベースのね。そう、ベースくんのやつ、うん、ベースくんのやつじゃないやつ。私はあのベーズくん の T シャツとね、アクキー買ったんで、ああ、そうそう、届き次第私もベーズくん来てやろうかなって、ね、でもね、あれみたい、あのコロナで物流が止まってるからちょっと遅くなっちゃうみたい、ね、まあそうよね、うん、まあ、30日までには確実に届くでしょう、多分、うん、あ、でもなんだっけ、あのキーホルダー、うん、キーホルダーは無理だけど、多分すごい遅くなるってなんかメッセージもらった、ね、そうそう、メールが来てた、一応ちゃんと。
12日頃に発送予定って書いてあったんだけどね、どうなるか。あ、上条さんも。あ、上条さんだー、うん、ありがとうございます。これであと1ヶ月も安泰かな。安泰安泰。ほんとかよ。安泰先生、今ね、今ね、あの、ウーヤン安泰先生、昨日のやつじゃん。安泰先生、今ウーヤン次の曲必死で考えてる年じゃないの。めちゃくちゃ考えますね。さっき振っちゃったからな。え、でもそれやったらね、いいじゃん。そう、見てくれてるかもよ、もしかしたらね。あれ、あ、その子が、あの時 の, あの時の小学2年生の時のあの男の子が見てるかもよ。見てるな、 100% 見てるな。そのエピソード聞いたことあるって向こうでなってたら、ね、もう映画できちゃうじゃん。安泰先生、安泰先生バスケがしたいっす。バスケがしたいっす。行きますか。行きましょうか。チェリー、チェリー、桜の季節だしね。いいじゃないですか。恋しちゃったんだ。やめて。いろんなチェリーが出た。歌えない。チェリー。あれ、チェリーってスピッツの方。そうでしょ。当たり前よ。なんで不安が言うんだ。当たり前。恋しちゃったってなっちゃう。歌えない。まあでも承認の時に恋しちゃってはいるけどな。お。まあ。みんな意外と早いんだね。ちなみに僕はあれよ。幼稚園の入学式だった。はい、入園式。早っ。早い。これはって思ったんですか。やべ、年かと比べた。あんまり触れてほしくない話題だったのかもよ。ごめん、今メッセージ見てた。あ、なるほど。全然聞いてなかった、ごめん。なるほど。しかもね、僕幼稚園の年少さんっていうんですか、はい、一番下のクラスの時が、はい、桜組。おあ、光明第二幼稚園桜組。一つ提案がしたくて。提案、はい。私今日お車じゃないですか。そうね。でも私普段ってやっぱ10杯ぐらいテキーラ飲むわけっしょ。ちょっと持ってるじゃん。盛りすぎ。何持ってんの。飲んでね。ここはみんなで手分けして私の分テキーラを飲んでくれるっていう。なるほどね。ありなんじゃないかなと思って。テキーラタイムね。うん。敵対ね。敵対。いかがですか。もう安泰。はい、じゃあテキーラ行く人。はい、あ、ダメだな。なんでやねん。運転しない人行けるってやつね。いいな。いつも運転手だからよ。こちとらよ。こちとら運転手だけど。やばいね。本日4人分お願いします。 4 テキーラーズ。いや、3です。なんで。いえ、4です。4で。私でも最高記録10は行ってると思うよ。え、よく行かないのテキーラ。松尾結構マジでやべえらしいです。マジで。あ、そうか、この間も言ってたもんね。もうテキーラ。じゃあ、ヨウ君の分だけすいません、半分でお願いしても。いや、いいよ、もういらないよ、いらない。あ、いらない。何を捨ててしまおう、君を探しさまよう、うまいさ。盛り上がってきたね。よし、みんなでテキーラ。いつものやつや。いいな。なんだそれ、上条さん、なんだそれ。私、テキーラに似せてウーロン茶飲むよ、じゃあ。あ、なるほど、テキーラっぽくウーロン茶入れとくんですね。あ、じゃあ、ヨウ君もそれ。おい、おい、いいね。それがいいんじゃない。そうしましょう。気持ちだけね。あ、でもそうか、今冷凍してあるのはあれだ、あの、透明な方だったんだ。僕だけ。そうそう、透明な方が美味しいって私がわがまま言いまして。ただ今、透明なものが。だから、あの、茶色い方はテキーラっぽいウーロン茶ってやつね。まあね、しょうがないよ、二人ともまだ若いからさ。大人チームはテキーラで行こうぜ。私は飲みたかったんだけどね。大人組がテキーラ。大人組ね。そうそうね。いや、テキーラ、ね、そう飲みたいかい。ベースに遊びに来てくださる方は、あ、久しぶりにテキーラやってんなって思うかもしれない。いいなぁ、いいなぁ。いいなぁ。よくめちゃまっぱい入ってんじゃん。もう絶対ウーロン茶じゃん、その家。お前ウーロン茶じゃん。ちょっと待って。サンキュー、サンキュー、サンキュー。この辺置いて、この辺置いて、この辺置いていて。サンキュー。いいじゃん、どうせ酔っ払っても。あのさ、道は分かるんだから家には帰れるじゃん。なあ。ちょっと、あ、待って待って、今あれだよ、あの、ソーシャル乾杯があるから、ね、あ、すいません。飲酒運転だ。ここだけ切り取られるとちょっと炎上してしまう。炎上してしまう、ね、めぐちゃんのやつはウーロン茶です。その前二人はウーロン茶です。
よくもきつい。あれのウーロン茶はちょっとよ。じゃあ誰が乾杯の温度取るの。あ、ちょっと待って、もう匂いできつい。よくんよくん、いや僕もちょっとそんなきついからちょっと違う人とお願いします。じゃあもうここはあの今日あのウーエンじゃないの。おー、あーそうですね。いやもう無理だ。じゃあ行きましょう。画面越しの皆さんも片手に何か持ってテレビが持って行きます。今宵も皆さんで楽しみましょう。乾杯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 。いやみんな早くない。きついきついきつい。あ、おいしい。ええー、なー、おいしいな。まあでもあれですね、乾杯。テキーラ飲んだらやっぱ変なことまでポロって多分口に出ちゃうから配信向けじゃないね。そうだね、リモート乾杯タイムですよ。リモート乾杯タイムですよ。ウーロン茶でこう回ってない。ウーロン茶でロレツが全滅。安上がりのやつや、ね、でも大丈夫。次チェリーだしキーシーだし。あ、ゆっきーさん乾杯。これあれだよね、私がさ高松さんにベースを教えてもらった時に初めて弾いた曲がチェリーでした。そうだった。小水さん乾杯。小水さんも乾杯。みんな乾杯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 。いいな、マジで誰か一人さ一回ぐらい車で来てくんないかな。だからあれだって運転。うん、じゃあグッさんが運転したところであなた。あ、そうだわ。車が結局ね、最後そうなっちゃう。そうだね。ウーヤン、これドラム叩かないで歌うだけ。じゃあさ、グッサンカホンじゃん。ああ、じゃあそうしましょうか。うん、グッサン、上条さんからナイスチェリーボーイって。上条さん、グッサンもうチェリーじゃないからご卒業を、ね、ちょっと情報アップデートしていただいて、僕もう2月で卒業しましたよ。卒業おめでとうございます。あ、そうじゃん、最近童貞グーパーやってないじゃん。実は大きいからもよく。若者のすべてに次ぐベストセラー、童貞グッバイ。はうっちゃうかもしれん。グッサン懲役300年だって、上条さんが。これだと遅くなっちゃいますね。じゃあ、ヨウくんカウント。え、僕？あ、じゃあ、グッサンじゃねえ、ウーヤンカウントがいいのがいいですね、うん、歌いたい。Oh
風に舞う花びらに変えて。松尾、から拍手いただいてます。おパチパチ、パチパチ、ベルください。え、先生で、あの人セルフの意味分かってるかな。いや、めぐちゃんそういうこと言ったから、これブルーバード賞剥奪。ブルーバード賞、そうだよ。大丈夫大丈夫、剥奪です。私常にやっぱ植物にも動物にも優しいタイプの人間。あれ、昨日めぐちゃん生き物係のやつなんだっけ。ブルーバード。そうだそうだそうだ。ブルーバードですよ。ちょっとテキーラが回り始めた。いいな、私は酔えないのに勝手に。すまんなマジで。いいよ、すまんな、うん、ちょっとぐっさんちゃんと謝って。ちょっと私はさ飲めないのにさ、ぐっさんばっかり飲むのは。ちょっと待った、上に謝ってもらおうかな。そうっすね、なんか毎回毎回僕が謝っててもね。これ決まりとかありますよね。そうですよね、なんか定番のなんか。お前ちょっと、ほんと誠意込めて謝るよ。そうそう、なんかね、そう、ぴょって遊びに来て免許剥奪されちゃったからって運転できないから。めぐちゃん、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 はいはいはい、あれ、はい、パフィー。めぐちゃん、めぐちゃん、パフィー。いいね、うまいじゃん。いいね、パフィー。オーケー、オーケーか。パフィー、公認、公認だわ。本家公認のサーセン入った。コーヒーみたいな。パフェ、パフィ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 。どうしよっかな。そうそう、グッサンターンだよ。そういう時もあるよね。あ、じゃスピッツつながりにしよっかな。あ、スピッツつながりね。スピッツの何つやるの。あ、なぜか切ない日々のやつね。なんだっけそれ。河原の道をロビンソン、ね、ロビンソン、ちゃん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 。あ、そうだ、ロビンソン配信でやってないですね、そういえば。やってなさげじゃないですか、ね、案外いっぱいあるんですよね、まあ、てかさ、はい、結構な曲数やってますよね。結構やってますよ。見てなかった。前松尾と帰ってる時も結構もうやべえやべえって言ってます、ね、曲がなくなってきて、だからどんどん冒険になっていくんです、うん。まあ、僕もこれ歌わないぞ。でもこの間にあの昔 の, あの有名な知らなかった曲をアップデートしていくっていうのも、はい、なるほど、なるほど、ね、絶対あの後でいいやつですよ。誰かが歌ってるの聞くばっかりで俺あんま歌ったことないの。あ、本当に。ロビンソンね、高いよ、高いよ、高いよロビンソン。え、位置下げとかの方がいいのかな。いや、もうそこは元気で、いや、まあ、元気でいいか、元気でいいか。でも男性曲だったら元気でしょうよ。そうだよ。
普通に出そうだけど。チェリーも今元気でもね、チェリーはあのロビンソンよりもちょっと低い。低い。あー、あ、上条さんの応援があればいける。そう、だって上条さんがいけるって言ってるんだから、もうね、グッさん普通にいけるよ。テキラ入ってしな、ね、テキラ入ってるから大丈夫。普通にのやつでしょ。これね、あれだよね、考えながらコードを追っていくって結構難しい。難しいですよね。あの次、もしよかったらなんかこの人とか、そうかそうか、テーマとかお題とか、ね、こういう曲みたいな、そう、歌えるかどうか差し上げてください。じゃあ、ウーヤンカウントでいきましょうか。Okay.
うしよう。すげえわ。ルーラだね。ヒュールリーね。ヒュールリーだら。ヒュールリー。ごめんちょっとあの北風吹かしちゃってごめん。北風。小僧の勘太郎。あ、これは共通なんだ。これはみんな共通なんだ。いいの入ったな、ウヤンの。普段出さない声で。勘太郎いましょう。困ったぽよ。さあさあ、さあさあ、めぐちゃん。そうなんですよ。あ、でもね、3分であの切り替わるから。あ、よかった。その間まだ。どうしようどうしようどうしよう。だいぶ今、すずめちゃんもね、やっぱ、うん、北風くぞの勘太郎昔さ、だってあの全然でいけるんだ。あれでやってたもん、みんなの歌。ワンワン、みんなの歌じゃなくてワンワン。みんなの歌だったっけ。いやいや、ワンワンはやっ、あ、やってた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 。ほら、そうでやってた。ワンワンやってた。やってたよ。へぇ、あの帽子かぶって。そう、ほら、そうだ、やってたよ。俺コッシー派だからわかんない。コッシーなんて私たちの世代じゃないよ。え、何それ番組？あのね、コッシー、なんか見つけたって。見つけた番組がね。スイちゃんのやつ呼んだ？え、呼んだよね。呼んでないよ、誰か。お風呂スキー。あ、お風呂スキーだ、僕お風呂スキー大好きなの。呼んでないよ呼んでないよじゃねえんだ。え、僕ずっと聞いてたのあれなんですけど、外車で回ってる、外回ってる車が何屋さんだか分かんないですけど、ずっとカンタロー流してるんですよ、夕方ぐらいに。あ、あ、あの灯油とか売ってる。あ、灯油だ灯油だ、うん、灯油だ。あ、そっかそっか。そういうことにしておきましょう。そういうことにしておきましょう。え、ちょっと待って、グッさん謝って。いや、もうこういう空気にしてさ。本当だよ、もう謝って。タバコ吸おうと思ったグッさん謝って謝って。姿勢込めて、姿勢正しますよね。はい、送信。はい、これさ、画面の前の人たちどんな気持ちなんだろうね。本当にこいつら何やってるんだろうね。パピンパピン。あ、じゃあ次の曲は決まったんで、その曲から次やります。はいはい、そうね、次のターンね。うん、あとまだ1分あるから。何今の上條さん辛辣なんだよ、新コメントが。大好き上條さん、ほんと。もうちょっとなんか最後にわらとかつけてもいい？大丈夫大丈夫辛辣なんだよ。あ、そういうとこね。トゲがある。オフェロスキーね、呼んだってやつ。ちなみに僕ね、本当にお風呂好きだからね。あの今あのお風呂場の脱衣所に椅子が置いてあって、へー、で熱いお風呂入って水シャワー浴びて、そこで休憩してっていうのをね、あの 4,5 セット毎日繰り返して4,5 セットもやってる。 4,5 セットやってる。すげえやってんな。もうそれやれればもう本当にあのワンちゃん、あのお風呂屋さん行かなくても結構整っちゃってるっていう。高松さんちのお風呂事情大変そうね。高松さんがそんだけさ 4,5 セットやるのに時間かかるよね。独占しててさ、下手すれば 1時間半ぐらい入ってるもんね、最近。おーおーおお、1時間半ぐらい2回入ってることあるから。すごい、ナノメのタイトル。ナノメのっつって。あ、あと10秒。え、でもどうしよう、めぐちゃんの曲聴いてないからさ。メロディー、おーの3上げ3上げ。